数年前からジギングの歴史がスタートした長崎県の平戸沖。先駆者たちのさまざまな努力によって現在では九州各地で本格的なジギングが楽しめるようになり、数々のドラマが繰り広げられている。今回はそんなジギングの聖地平戸沖を舞台に、この海域を知り尽くした上原和彦が春の大型ヒラマサに勝負を挑む。今回のウアパラ九州 TV は長崎県平戸沖のジギングをお届けしています。おはようございます。佐賀の上原です。今日は平戸の飯田漁港から出てる大和でヒラマサを狙って出てます。2年前にでかいヒラマサを釣ってやるぜなんてでかい口叩いた挙句釣れなくて痛い目あってるんで、今日は大きいのを釣りたい気持ちはありますが、謙虚に、この2年間謙虚っていうものを学んできました。応援よろしくお願いします。頑張ります。今は長いジグで活性な、今は長いジグで活性が上がるのを待ってるんで、なんとなくしゃくってるぐらいです。重さは何グラムですか？200ぐらいですね。30センチで200グラムぐらい。ちょっと杭が上がってきたらいろいろジグ変えたりもするんですけど、今はちょっと杭が立つまでこれでずっと。しばらくは当たりがない時間が続いたものの、ルアーやタックルを交換しながら釣りを続けていると、釣り仲間の中山さんにヒット。浜じゃ。続けて上原にヒット。かかりました。謙虚に謙虚に行きます。謙虚に。何でしょう。怖え。怖いっすね。今日安でもいいんで5匹釣ろうと思ってます。ちょっとビビってるんで丁寧に。こんなに真剣に釣りするの久しぶりです。こういうもん。友永くん、お願いしちゃうぜ。ハマチ釣りました。感謝です。感謝や。ハマチでしたが、今日1本目です。嬉しいです。頑張ります。ブルーチェイサーの11-0でした。よかった。はい、嬉しいですよ。全然ハマチでもいいんで5本ぐらい釣りたいです。できれば大きいヒラマサ釣りたいですけど、釣りって楽しいがいいですよね。あら、ここでまたもや中山さんにヒット。上原も連続ヒットで押収。ハマチ釣りは釣りでだいぶ鍛えたんで得意です。まあまあ上ですよ。まあまあ上。これですか。分からないですよね。でもドラグ10キロで出ないぐらい。でも意外とですね、重いんですよこれ。なんか意外と巻いて嫌いですね。でも慌てないことですよ。どうせ浮いてくるんですから。はい、でもね、来た。
今日2本目のハマチでした。感謝です。ハマチです。6キロとかあるんじゃないですか。ジガーミで、あ、違う違う、ブルーチェイサーの90。これ今タックルが4号なんですよね。ちょっと90使ってます。めちゃめちゃ上でした。はい、当たってきてました。あ、僕はあのブルーチェイサーの9と11結構使うんですよね。で、使い分けは太糸の時 B5 号とか6号の時は、まあ、ジグも長かったりするやつ使うんで110で、4号 B4 号使う時に90って感じですね。で、ジグがちょっと短めになった時とかに70とか使うけど、もう基本5号とか6号ですることの方が多いんで110か90で、今日は今使ってるのが70なんですよ。このタックルは3号で、で、ほんと細い糸でブリジギング 1.5 号とか2号でするときは細ジグの、ブルーチェイサーで太ジグなんですよね、軸が。それで細ジグのホールドとか早掛けとかシワリとかああいうの使いますね。でも本当一発ドンってヒラマサ狙うときはそれはもうブルーチェイサーにしとった方が伸びることがない。今までもう3年ぐらいずっと使いようがって伸びたことはないですよ。連続ヒットで勢いに乗るかと思われたが当たりがピタッと途絶えてしまった。しかし上原に焦りの様子は全く見られない。その理由は、だけど潮の勢いって上がたるんで下と揃う時に意外と釣れますね。それか潮の行き始め、はい、やっぱその変わる時じゃなかったやっぱりそう簡単にはやっぱり、今日で言えば2時ぐらいからようなってくるかな。そう、ここのポイントにずっとおるかもう一応西の方まで行くか悩むとこ、そこは船長が悩んでくれれば多分大丈夫って思いますよ。やがて上原が予測していた午後2時が近づいたところで、なんと予定通りにヒット。なんですか。わからん、無理でしょうね。移住とかなんかあるんすよね。釣れですか、ね、かんでしょ、ほらお、ブリや。これ10キロのブリです。なんでしょう、多分ハマチはハマチなんですよ。これが10キロを超えるハマチか。違うよね、何の中よね、普通や。普通のハマチでした。感謝。ハマチでした。この後から良くなるはずです。7.2 ぐらいですか。ブリですね、もう。いいサイズが出ましたね。はい。本命はヒラマサですけど、頑張ります。続けて狙っていると、よう分かるでしょ。普段は竿を立てないやり取りを多用する上原、その狙いは、いや立てましょうか。なんか分かりますもんね、魚が。ハマチですよ、ハマチ様です。でも実際こっちがきついんですよね、こうした方が。魚暴れてますもん、ずっとこっちが暴れんす。絶対暴れん。
泳いでますもん。あ、上がってきた。ネットインでした。見てください、このササリ。これがブルーチェイサーのササリです。あ、100メートルで、これ90です。伸びないし、全然。またハマチですけど、妄想できるところじゃないですか。あのキャスティングはなんとなくこう見てわかるじゃないですか。でも、まあ、ジギングもしゃくってみたらなんとなくわかるけど、まあ、妄想と、まあ、釣れなかったら悔しいから続けてるんでしょうね。ただきついじゃないですか、ジギング。きつかけんこう、いや誰でも嫌がるわって。僕のタックル楽ですもんね、結構。楽なタックルほどよく釣れる。だけんこう、リールの糸巻き量やら竿の柔さやらジグの長さやら考えていくと結構楽にできますけどね。当たったんですよね。またしても当たりを捉えた上原。なんでしょう、ヒラマサでした。ヒラマサでしょ。あら、ハマチか。ヒラマサでしょ。なんでしょう、ちょっと下に今日はってね。まあ慌てないことですよ。だから上がってきおる魚に対してゴイゴイするときついやないか。でこう、もう上向いてこう泳いで来よっけ、上がってきた分だけこう巻きますね。ただやっぱこれでもドラグ10ぐらいかかっとってですね、朝がかりやったらくちぎれする。4号くちぎれするんですよ、こういうやり取り。あらあらら、ハマチくんでした。いいとこにこれもかかってます。ただこんな感じでですね、避けるんすよね、ドラグかけてると。それ考えたら竿立てた方がこうあんまり避けないですね。おっ、5、6キロ、5キロぐらいかな。その後も当たりは止まらず。当たった。大得意なんですよ、こういうのが。釣ってました。こうですよ、こう何もしない。こうヒラマサでも一緒です。これハマチですけど、何もしない。もうこうドライブかけたそのまんまですね。これでもやりやすかったらやっぱデカかヒラマサですね。ちっちゃかヒラゴとかハマチとかやっぱバラすんですよね。カクカクカクってするけですね。でかいヒラマサが一番こんな動きですもんね。ちっちゃかったらバレますよ、全然ね。よし、ハマチ6本目です。乗ってるぜ。乗ってます。ブルーチェイサー90で、まあまあ回収の 上で当たってたんで逃がしてやります。続けて竿を曲げているのは村田さん。さらに中山さんにもヒット。来ました。やっぱちっちゃいですけど、練りごと平子が混じったような感じです。村田さんがキャッチしたのは珍しいカンパチとヒラマサのハイブリッド。
バラせ。中山さんはヒラマサをキャッチ。今日1本目のヒラマサおめでとう。これ僕がやったジグです。あ、やってませんけど貸しただけですけどね。やりました。あげないです。ヒットの応酬で盛り上がる長崎県平戸沖のジギング。後半戦さらなるヒットシーンをお見逃しなく。今回のルアパラ九州 TV は長崎県平戸沖のジギングをお届けしています。ハマチで肩を温めて最後のヒラマサで全力投球です。いや、うまくいきませんよ、そんなに。ヒラマサ一本でいいんだけどな。そんな思いで釣りを続けていると、よかった、上原、ついにヒラマサの当たりを捉えたか。わからん。いや、もう忘れた、ヒラマサの引き場。忘れるよ。お、本当？そうか、そうなのか、お前。まあ、ヒラマサやね。ああ、頼むぜ。愛おしいぜ、ヒラマサが。ヒラマサです。パラダイスです。やっと釣れました、ヒラマサ。ここが通らないんです、やはりここに通るんですよ。ちょっと前当たったんですよね。当たった後にあらっと思ったら食ってました。よかった。あ、4、5キロか。よかったです。途中で取って当たったんですよね。で、こう GoPro のタブ取ってもらって、でちょこちょこってしたら、やっぱり怪しいと思ったら大体当たってますね。今からか、これが終わるのか。今からですか。夕方まで頑張りましょうね、皆さん。はい、頑張りましょう。いや、もうこの後はもうバクってくると待ちです。サイズアップを期待して釣りを続ける上原に、またもや当たりが。あ、ヒラマサだ。ヒラマサだと思います。中層でワンファンしてきてましたね。これが地合いや。あら、違うやつや。ハマチさんでした。持ってもすぐ逃がします。大潮の後の下りの中潮の夕方って、まあまあ夕まずめと絡むんですよね。それが今じゃないですかね。七里でもどこでも。そんな上原の読みが的中し、連続ヒットがスタート。上がってきた、上向いて上がってきた。ヒラマサや。ちっちゃいけど2匹目のヒラマサです。ハマチ12、ヒラマサ2です。美しいよ、お前。嬉しい。さらに続けて、これもしっかりとフッキングに成功。これが平子や、多分。ヒラスでした。3本目のヒラスでした。今度は針が違ったんですよね。針は、ジガイミディアムチェイスの試作の分です。ちょっと短く作ってます。よかったです。あと40分ぐらいかな。日没まで頑張ります。
その後も当たりは止まらず。でもね、大きくはない。作品というか大きいですよ。ハマチくんでした。ハマチでしたが、残り30分一発狙って頑張ります。ブルーチェイサー11-0です。でかいの狙い今日、はい、バラしなしです。やがて日没を迎えたところで、本日締めくくりのヒット。軽くなった。頑張れ頑張れ。あ、4本目のヒラスです。平正、4本目。いよいよ最後の人流しとなったところで、サワラ中山さんにヒット。なんそれ。てか中山さんがキャッチしたのは巨大なサワラ。でかい。今日は一日お疲れ様でした。結局大きい平正は釣れなかったんですけど、平正4本、ハマチが10本ぐらいは釣れて、一日中本当もう今クタクタです。これから先3月4月となれば、平正の方もどんどん良くなって、でかい平正にも巡らえと思うんで、今日みたいに諦めないで頑張ってこの釣りをまた続けていきたいと思います。一日ありがとうございました。またどこかで。漁師さんの仕事場、迷惑行為はやめよう。マナーも腕の内。